ゃあ発表させていただきます。第一印象ですよね。そう、第一印象。私のくぼちゃんの第一印象はこちらです。でれん、あれ、見え、ほっそー読んで読んで。え、でも白白逆になんかこの線の細さもなんか繊細な感じが出てていいね、くぼちゃんっぽい。そんなことある？ちょっと反射してて、あんま見えてますかね、白って。見えてます、ね、なんなんで、それは何？白かったの。嘘だ。くぼちゃんが雪みたいだったよ。楽屋に雪積もってんのかそれギリ悪口だよ。悪口じゃない、いい意味だよ。本当にやっぱさ、あの、なんて言うんだろう、3期生で、うん、東北出身メンバーもさ、くぼちゃん唯一じゃん。そう、関東メンバーと、あと九州メンバーが割と多かったりするから、あれやっぱね、白くてこんなに肌綺麗な子がこの世にいたんだみたいな。嘘。そう、本当に雪だった。本当。本当に学園に雪積もって。笑ってるもん。笑って笑ってない。そう。いやでもすごい、なんだろう、なんか私ずっと生まれ東京だから、うん、やっぱ東京にいたんだけど、東京にはいない、なんか幻想的なものみたいな。いや、ほんとにほんとに、これはすごいいいこと、これはとか言うとなんかあれだけど、そう、ありがたく受け取るよ。すごいなんか綺麗だった。なんか、なんか綺麗な子だなってすごい思っちゃったの、いやすごいなんかね、そう、年下っていう感じもあんまりしなくて、うん、最初から大人っぽかったし、うん、すごいなんかあのオーラがあった、オーラがあったの。本当に山下美月さんにそんなこと言ってもらえない。やめてよ、やめてよ。そう、嬉しいよ。白ですね、ちょっと 見えづらいんですけど。なかなかね、ここね、みんなね、うん、なんかあれってこと書くのよ。何？こうなんか、なんか楽屋に雪積もってたよみたいなこと言った人もいるし。どういうこと？山下美月って女の子。ああ、白いからか。そう。なるほどね。楽屋に雪積もってんのかと思ったって言われたりしたから。あ、そういう系か。そういう系じゃなくていいんだ。ということで、そろそろ配信終了のお時間となります。では最後に蓮からリスナーさんに向けて、何でもいいので楽しかったですでもいいのでメッセージをお願いします。はい、いや本当に楽しかったです。見てくれてありがとうございました。あとね、やっぱ白い。やっぱ白い、どうしたっけ、ずっと画面見ててさ、やっぱ白いなって。そう、あれ、ありがとう、嬉しい、うん、やっぱ白い、なんか隣に並ぶのは恥ずかしいわ。なんでよ。でもまた来てね、待ってるからね。また行く、また呼んでね、また来る、また来る、また来る、ぐちゃぐちゃになった。また来てください。楽しかった、よかった、ということで、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。